はいそれで中国のことをなんかと取り上げてくれっていう話だったんで中国のことをちょっと言いますけど新しい中国大使が、えー、日本記者クラブで会見したそうです。で日中関係重大な疲労新中国大使日本の米追随牽制、えー、中国の呉高校駐日大使は28日都内の日本記者クラブで 着任以来初の会見に臨んだと、日中関係は重大な岐路に立っていると述べた上で、1972年の国交正常化以来、最も複雑な状況に直面しているとして、米国の中国対抗策に追随しないよう、日本側を牽制した。台湾有事や日本有事との見方は、口頭無形で極めて有害だとし、日本の民衆が火の中に連れ込まれることになると、日本側は。 に干渉ししないよう警告したと私はね、このたった2つしか引用されてないからね、これも上からの線の目線のね言語道断の言い方はある、ある意味アメリカと同等ですよ、もう同じ。自分たちの方が偉い、強いと思ってて、日本は黙って俺たちの言うことを聞いてるよと、これをほとんど言ってるのと同じじゃないですか、そう思いませんか、これは。まあその あの中国の外交っていうのは、一応外交部というね、外務省に当たるえ中国政府と、中南海の,まあその政治局員のうちの外交担当者っていうのが司さってるんですけども、習近平のになってから、どんどんその戦狼外交官っていうのの、のこういう過激な、神経を逆なでするような発言っていうのはもう、え、ー もうなんていうか、もうそういうもの、どんどん悪化してますね、品のなさがね。ただ、例えば台湾有事は日本有事が高等無系と言いながら、日本民衆が火の中に連れ込まれるって、じゃあ、これ日本有事じゃないかと、要するにね、かなり知的レベルも低くなっちゃってるんですよ。なるほど、なるほど。いや、絶対日本を攻撃しませんって言うなら、台湾有事は日本有事じゃないと言えますね。でも火の中に連れ込まれるってことは日本有事そのものじゃないですか。そうですよね でただ、ここまで強い表現をしなきゃいけない、うん、本来、バカであるはずがないので、大使は。はい、で、その背景は、その前段にあって、うん、米国の中国対抗策に追随しないようにする、うん、要するにアメリカに追随してるってことはバレバレだから、はいで、それについて強い不快感を示す、その意味合いを込めて、あんまりそういうことをしてたら、日本も攻撃しちゃうよ。 言えと言われてます、うん、いその意味では、そのうん、発言自体は非常に品がないし、矛盾してるし、うん、戦狼外交にももう程がある、まあ、あまり尊敬できない発言だけど、うん、それだけ岸田政権がアメリカにべったりしてるということを、うんまあ、あ裏返しというか、ね、その証明ですよね、うんうん、なるほどね、そうですよね。 あのえー、となんだっけ、新しい外務大臣だった、あれ春郷だっでしたって言っけたっそれがああの、ワシントンの大使やってたんでしょ、外務大臣も。で、あれ、ワシントンの大使の時も、非常にこんな口の悪い発言がやたらと目立つ、だからまさに戦狼外交ですよね、今、中国の主流が。 うん、それでね、僕はね、その結構その何回か、そのいわゆるフォーラムみたいなのとかね、あと大使館のイベントみたいので、話したことあるんですよ、新吾さんって人。で、実際話すとすごい紳士で、はい、要するに、ね、言わされてるんですよね、<ー>言うことがお仕事、どひどいことを言うことがお仕事みたいなところがあって、うんえー、だから逆に言うと、まあ、いちいちカリカリするというよりは、こうやってこう読み込んでみると、結構ね、うん セキュララな正直な気持ちが入ってるんですよねなるほどなるほど、うんうん。で、中国という国は基本的にクリーピングの国ってその外交では言うんですけど、うん、要するに戦争を起こす、あるいはその占領して、えー、ジェノサイドをするみたいなところまで行く手前は、常在、うんまあ、戦場で常に武器を使わない戦争を仕掛けてる国だから、はい、その例えば台湾に関しても、 ナンシー・ペロシというアメリカの下院議長が行ったら、日本の e z に弾道ミサイルを打ち込んでくるわけですよね。で、それをね、常態化させる、一回踏み込んだら、それを何回も繰り返すということは、例えば尖閣のその光線の入り方を見ても、そうですよね、それはコーヒーに入れるクリップってあるじゃないですか。 要するに現状を少しずつ溶かしていくという意味なんだけど現状を少しずつ変更していくっていうのは中国のやり口なんですよね。なるほどねで、それに特に必ずその合わせ鏡のように、まあ、戦狼外交官が、いや、これは中国の権利だと言うみたいなセットになっていると思うと、はいうん、腹立ててもしょうがないんだよね、そういう凶暴な独裁国家だから、うんうん、それをまあ分析するときにはそういう基本認識を持っておけばね、譲ったらもうどんどん来るよと。 うん、そこらへんはもう、あのー、本来は政治家が歯を食いしばって、ノーと言わなきゃいけない。ななるほどなるほほどど、うん さあもう一つはね非公式警察署と反スパイ法相手国の主権は無視中国の恣意的な法律運用は日本企業にも大きなリスク中国は各国に非公式警察署かっこ秘密警察を設置していると指摘されている問題では 米司法当局は2人を逮捕するなど、発に動いた。一方、日本のビジ,ネスビジネスマンが反スパイ法で中国に拘束されたり、日本留学中に香港独立に関する書き込みをした香港の女子学生が香港国家安全維持法違反の疑いで逮捕された事件もあった。中国で反スパイ法の改正を審議しているというが、恣意的に見える法律運用のリスクをどう考えるか。この スパイ法の改正案がこれ、もう成立したわけでしょ。ということは、かなりそのもう、情報も何も何かを受け取る、なんとか、とにかく中国人から何,何か聞いたり、も、えー、の物をもらうと、それがほ,ほとんどスパイ罪に当たるみたいな、その運用だから、これは、恣意的な運用だから、な何とでも言えるわけだから、ね、捕まえられると。 そういうことを考えたら、一般の企業の人もそうだし、俺は北京特派員、上海特派員もこれ、ちょっと危ないんじゃないかというような気がするんですけど、その辺はどうですかんだからまあその、実際ね、アステルス製薬の方が拘束されたケースを見ても、はい、有事の時には国防動員法という法律が、が、はい、中国にはね、国防動員法っていうのがあって、平時は今度は国家情報法っていうのが。の要するに、はい えー、ありとあらゆる中国人は、もう中国政府のための工作員たれという法律がそもそもあるわけですね。で、この裏返しとして、反スパイ法っていうのがあって、うんえー、中国で何何らかの情報収集をしたんだと、うん、中国側が違法だと断定したら、どんどん逮捕されちゃう、しかも何年も拘束される人がもう次々と出てるわけですよ。だからここうういうところに たくさんその自分の会社の社員を派遣する会社っていうのは勇気あるなって思いますよね。うんうん、あずっとリスクなわけだから、だただ、うんあ、要するに人質取られてるようなものじゃないですか。うん、いや、まさに人質ですよ。ただ、日本にはね、例えば三浦瑠リみたいに国会に呼ばれてば、中国の進出は決して脅威じゃないって言ってる、はい、そういう係も中国は用意してるから。なるほどその、うん おまあ、なんていうかな、日本人の危機意識を目覚めさせない努力をしつつ、いつ拘束されてもおかしくないという事例がいくらでもあるということだから、僕はもう二度と中国には行きませんけど、武士と勇気あるなと、まあ、皮肉も込めて思いますね、うん、正直言ってね。うん、だからさっさ帰ってくれば、帰、まあ、るにあたっては中国政府は金をよこせた。 工場っって言って言るもう全部やっちゃえばいいじゃないですか、もう身柄はとにかく早く日本に戻ってこないと、逮捕されて起訴されたら、5年、10年出てこれないってこと、ざらにあるわけだから、そうなるともうどうにもならないらしいですよ、起訴前になんとか身柄取り返さないと、で、日本政府じゃ全然、廃、ま、止、あ、見てれば分かるけど、全く役に立たないですから、私は早く帰ってきたほうがいいんじゃないかと思いますけどね。 ね、政治はね、その例えば、そのモーバン州をあのカナダが逮捕したときには、はいはい、中国はカナダ人を拘束しましたよね。ええ、中国の国に日本人がたくさんいる現状を踏まえたら、うん、日本でもその対抗措置として、 不法な中国人のリストを作っておいて、向こうが日本人拘束したら、こっちで中国人を拘束する、でそれを交換するという形を作らない限り、うん、日本人が安心して中国と商売できないってことになる、だから政治家は、うん、スパイ防止法をもう一刻も早く成立させない限りもうはっきりと渡航禁止にするしかないで、両方やらないっていうのは、おかしいですよね、はい、だから17人今、拘束されているわけですけど、今はい、今現状では取り返しようがないですよね、それはね。うん 総理の交換で出すやつがいないわけだから、そういうことですよね、はい、これはね。はい、それで最後です、習近平が最近、ウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談をしたということです。 えー、ウクライナのゼレンスキー大統領と中国の習近平国家主席は26日、電話で協議、ゼレンスキーは長時間の有意義な電話をしたとツイート、中国外務省によると、ウクライナ側からの要望で実現したという、昨年2月のロシアによるウクライナ侵攻後、両首脳による協議は初めてだというんですが、これは日本の報道はこれで止まってるんだけど、 えっと宮崎さん、宮崎正弘さんという中国のことにすごく詳しいおじさんは、そ,うそれ以上のことが書いてあって、えー、習近平が平和の回復というようなことを、おこがましく呼びかけたのに対し、ゼレンスキーは、領土を取,る取り戻すまで和平交渉はありえないと、突っぱねたというようなことを書いてるわけですよ。 私はここのところは大変重要なのに、なんで日本のメディアはこのことを伝えてないのか、あるいは情報を取れてないのか、ちょっとよくわからないんですが、まああの、習近平は仲介者を装って自分の手柄にしようと思ってるのは明らかにそうですよね。だからゼレンスキーと話せばこういうことになるのは分かりきってると言いながら、 正確にこのど,っちどういうふうに言ったかというのは、外交にとってこれを明らかにするということは、基本中の基本だから、日本のメディアはきちっとそこは取材して書かないといけませんよね、私はそう思うんですけど、どうでしょう,どう,でしょうか、これはうんその宮崎さんの情報総数がどういうところで、どういう次元の情報なのかというのは、私は把握してないんですけども。 間違いなく、ある種の停戦を提案したことだけはもう間違いないので、これはアメリカの報道でもそういうふうになってます。ただ、それを門前払いしたかというと、アメリカの報道は2種類あるんですよね。ゼレンスキー側が一切ノーと言ったのか、アメリカ、英語で言うネゴシアブルっていうんですけど、交渉の余地ありというニュアンスを出したという報道もあるんです、アメリカで。なるほど だからそれはね、ちょっと私も、そのどっちが正しいという断定をするだけのソースがないのでわからないんですが、はっきりしているのは、その中国と話をしたいと言ったのは、ゼレンスキー側だったということは事実なので、どういう話があったのかっていうのは、ちょっと現段階では、ちょっと慎重に見極める必要がある。 っていう段階じゃないかなと思ってます、ね、なるほどね、なるほど。うんうんまあ、当然、ゼレンスキーはなんらかの思惑があったからこそ、電話の日の会談しようと言ったんでしょうからね、まる、あ、まる、あ、私もその宮崎、宮崎さんの,そのツイートの中には、いわゆる情報源について触れられてないんですよ、実は。だからそういう意味では、うん、あのこれ以上のことは私にもわからないんですけどね、ただ、私が読み上げたその記事、これ、朝日の記事。 だったんですけどそれで終わってちゃやっぱりいけないんで、今、山口さんが言ったその2つの見方、をも含めてあの、もしそれは公開された情報で記事になってるんだったら、ワシントン特派員でもいいから、それを記事にしなきゃ,なきゃやっぱいけませんよね。で、まさに今から、そういう難しい、ね、非常に難しいその時期に差し掛かって、難しい交渉をやろうとすることになるわけじゃないですか、今後、それは半年か1年かわからないけど。 そうじゃないかければ、もう5年も10年も戦争じゃ続けるのかという話になら、さすがにそれはもうお互いに疲弊してきて、どっかでやめようよってなるのはもう見えに見えてるわけだから、まあ、小さな動きを逃さないようにしてね、きちっと取材して、うん、え皆さんにこの報道してくれないと、世界に関わる話だからと思いますけどね、うん、そこはね。だから、しっかり本当にえ取材してもらいたいなというふうにね、 えー、思いますよ本当で山口さんはまだアメリカにいらっしゃっていろんなことをやって日本に帰ってくるのもだだい,ののいわゆるその発砲とか銃を作って撃つとかそのライフルを撃つとかいうのに、うん、いろいろ手続きとか、はい、協力者の日程とかがあってちょっとまだ移動しなきゃいけなかったですけ、ね、どううもうちょ,っと、えー、ちょっとまだ帰国日程立たないんですけどね。はい、はい じゃあまあとにかく安全に十分気をつけてですね。あの、はい、ぜひ頑張ってください。今日はこのこれくらいにしたいと思います。どうもすいません。はい、長時間ありがとうございました。はい。ありがとうございました。お疲れ様です。